はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、忽田亮司でございます。日本改革党メール党員大募集であります。日本改革党東京地区支部長大募集であります。今日昼からNHK スクランブルでも in 渋谷を開催いたします。参加者大募集であります。今回も取材申し込み全然ないんで、テレビは全然取り上げず、放送もせず、報道せず、ニュースに一切せずというのを全部のテレビ局で貫くみたいであります。参加されてですね、やっぱり気にがったわ、テレビは。というですね、歴史の証人になってください。よろしくお願いいたします。メール党員の皆様、誠にご登録ありがとうございます。こちらの仕事が増えたもんで、最近疲れ気味の靴沢ではありますが、昨年8月に NHK が行った調査によれば、テレビがない人、プラスあってもほとんど見ない人が約 20%。だそうであります。どこまで本当の数字かわかんないですけれども、今ではもうちょっと増えてるだろうが、昨年8月の時点でってことですんで、もう8ヶ月 ?9 ヶ月経ってますからね。9ヶ月経つと、だいたい高齢者さん、主に高齢者さんが、自然減、するんですけど、どのぐらい自然減すっかっていうと、100万人ぐらいです。100万人ぐらいの高齢者さんが9ヶ月で、自然減されておられますんで、今ではもうちょっと増えてるだろうけど、まだそんなもんかっていう感想ですね。20%、テレビ見てる人 20% しかいねえのか。まあ若い人は半分ぐらいとか、そういうばらつきはあるんでしょうけれども、8割の人がですね、テレビを日常的に見てんのか、長い CM、話の腰折る CM、続きは CM の後でとか、見るとイラッとするんですけど、私、それ我慢して見てんだ。皆さん我慢強いな。さらにですね、4月22日から5月7日まで実施する、テレビない人3000人を対象に番組をネット配信する社会実験の目的がですね、情報空間における NHK の意義、存在価値の確認だそうであります。まあ、テレビない人3000人ってどうやってめっけたんだよ NHK がよ、いうことですんで、まあ NHK 職員の知り合いとか関係者だろうから、まあ思惑通り、思惑通りですね、やっぱり NHK は必要だ。NHK 万歳っていう実験結果になるんでしょうね。きっとね。茶番ですよね。ロシアのウクライナ侵略で、改憲に賛成がじりじりと増えております。読売新聞最新調査。憲法変えた方が良い。60% で、プラス 4%。変えない方が良い。38% で、マイナス 2%。だそうであります。ネットの反応です。そりゃそうだろう。野党が邪魔するせいで、建設的な議論が進まない。9条は削除して、ゼロから作り直した方がいい。国民の命より憲法の方が大事な護憲派。まあ、そんなとこありますよね。日本人の命よりも、全然ね、憲法の方が大事みたいなやついますよ。日本人の命ですら、それなんだから、ましてやウクライナ人の命なんかどうでもええわっていう考えてる立憲の議員いましたけどね。9条じゃ侵略に対抗できんのが現実として分かっちゃったから、左翼の皆さん、もう諦めなさい。平和を愛する諸国民の審議。なんかどこにもない。どこにもねえんだな。今の憲法は GHQ が適当に書いたもんだぞ。いうような意見ありました。試験ですけど、朝日新聞の調査は、読売よりちょっと落ちて 55%。変えるべき 55% でした。読売は 60% ね。読売は最後の方で、有権者3000人対象に調査しましたって書いてあったんで、つまり日本人、日本国籍のある成人に調査したみたいなんですけど、まあ、朝日の調査はどこでやったかわかんないですね。55%。新大久保の通行人に聞いたかもしれないしね。改憲国民投票の投票率は 100% じゃないので、国民投票が実施されたとしても、投票しない、投票に行かない人もいると思うんで、60% だっつっても、どう転ぶかわかんない数字ですね。変えるべきではないっていう人が張り切って頑張って国民投票に行っちゃうと、ひっくり返る可能性がある。大注目は来月開始の参院選の比例票です。比例票に現れてくる人は選挙に行く人ということですんで、政治に関心がある人ということですんで、投票に行かれる人、本当に投票行かないもんな。立憲共産令和社民の論外野党と公明党の比例票は改憲に反対する人の数が大体わかりそうですね。5月3日、昨日の憲法記念日に共産党が声明を発表しておりました。なんだか長い文章なんで、要約するとですね、軍事対軍事の悪循環こそ危険なので、9条破壊を許さないだそうであります。まあ、どうせ反対するんでしょうけどね。ネットの反応です。やってみれば、ロシアに言えば、ずっとわめいとけ。ポエムですか？いつも口先だけですね。9条9条言いたいだけでは、9条を生かした外交って、具体的には、お前んとこの小池が9条で平和が守れるなんて言ったことないですよ言うてたやーんって。試験ですが、共産党の声明なんか真面目に読まない方がいいですよ。脳がすっげえ疲労しますんでね。何言ってるかわかんねえ。憎悪と憎しみと恨み、妬み、そねみ、ひがみが、全文に散りばめられている声明でありました。私もざーっと読んで、すげえ疲れちゃった。9条教団だけでひっそりと進行する分にはいいんですけど、駅頭でしつこくプラカ掲げてますよね。9条を守れ、みたいな。人権だ、平等だ、プラカードを。埼玉にある草加と、らい仲が悪い某教団。見たくしつこいであります。豊島区やたら多いです。大塚でも池袋でもなんか毎日のようにおります。5件か増やす目的には失敗してますよね。この駅頭活動。改憲派がじりじり増えてるっていうことで、5件派増やせねえでいるっていうことですもんね。あれ修行とか苦行の類いと思えば納得であります。9条を守れという、プラカードを掲げて駅頭に真冬も真夏も何時間も経ってる苦行とか修行、まあ滝に打たれるようなもんですね。5月3日都内で C 和夫福島みずほ、立憲の奥野ってやつの豪華メンバー、奥野以外は豪華綿棒で、5県集会やったそうであります。奥野、立憲奥野の挨拶。ロシアより許せないのが今の与党だ。ああ、言っちゃった。どさくさ紛れに、ウクライナ問題を出しにして会見に突き進もうという姿勢を許すわけにはいかない。どさくさ紛れに国民を騙そうとしている。こんな面した57歳のやつみたいなんですけど、なんかふざけた人馬鹿にしたような顔してますね。ネットの反応です。ナチュラルに最低な発言で草。虐殺してる国より許せないとか。そんなこと言ってっから、日本人に見放されんだよ。こりゃ立憲は参院選もボロ負けだな。ロシア政府より日本政府が許せないなら、ロシアに移住するべきでは。センスなさすぎ。反感しか買わん。ロシアの侵略は大したことないってことか。こいつらが憎むのは、侵略戦争より改憲。脳みそに、うじ湧いてない。どさくしゃさに明確な危機だ。現状の脅威に対してむしろ遅いんだが、先ほど言いました日本人の命より改憲させねえっていう、憲法が大事っていうやつ、日本人の命ですらそれですからウクライナ人の命なんかどうでもいいんだな、この奥野ってやつはな、ウクライナ政府ちょっと待て、アメリカちょっと待て、国際問題になりかねませんな。あとね、イギリスの BP っていう、石油会社がロシア撤退した損失が3兆円って発表されておりましたんで、イギリスのね、石油のメジャーの会社ね、そういうとこも起こりますよね、この発言ね。ロシアより悪いとこねえじゃん。恨み、骨髄でしょうかね。ウクライナで民間人が少なくとも3000人以上殺害されてるって、国連人権高等弁務官事務所が5月2日に発表してるしね。まあ、少なくともですから、あとはサハリンとかに強制連行されたのは何万人って発表ありましたんでね。いくら護憲派、つが信者が劣勢でイライラしてるっつっても、まあ言っていいことと悪いことが、自民党は国民を騙そうとしている、これ被害妄想もしくは投射ですかね。自分らいつも国民を騙そうとしてっから、他者もそうに違いないっつう心理学の用語であります。投射。そんな奥野は、衆院憲法審査会の野党筆頭幹事だって、憲審会の野党側責任者。これ初めから話し合う気ないでしょ。どさくさ紛れに変えようとしているっていうレベルなんだから、どこ変えましょうかっていう話にはなんねえもんね。最初から奥野は一語一句変えることはまかりならんっていう立場。こんなのが野党側の代表が57歳東大法学部出身だそうなんですけど、まあ東大出てもバカバカつサンプルがここにもいますね。あと鳩山幸夫とかがいますか、代表的なとこで。こんなんでもテレビがこれを放送せずに守ってくれるから、バカがバカのままね。むしろ歳月とともに、ますますバカになる。バカに磨きがかかる。それが立憲民主党であります。田島舞子って参議院議員がですね、立憲のね、毎日新聞に難民受け入れで豊かになる日本。これからもっと難民を受け入れなければならないなんて、打分のしてるし、立憲議員の質の悪さよ。皆さんもうお分かりでしょうけど、立憲の逆が正解なんで、難民受け入れ拡大はダメっちゅうことですよ。それが大正解ってことですね。今回は毎日新聞に載せてる、毎日新聞とつるんでやがるってことで、毎日新聞の逆が正解っていう要素も追加されますんで、まあこれはもう、難民受け入れはダメって、厳然たるファクトと言っても過言ではないですね。これは国際問題に発展しなきゃいいけど、まあ、所詮野党議員が言ったことなんで、これは大臣とかが、与党側の大臣とかが言ったら大問題になるでしょうけど、まあ、コッパでね、会津バカで有名なんです。勘弁してください。いうことで、謝って回ってんのかな、政府関係者な。なんて、思います。というわけで、これからデモに行ってまいります。何人ぐらい来んのかな。ちょっとなんすか、心配なとこありますけれども、メール党員ご登録の方もよろしくお願いします。日本改革党をご支援ください。デトックスジャパン。